東名高速夫婦死亡事故とは、2017年6月5日に、神奈川県足柄上郡大井町の、東名高速道路下り線で発生した、交通事故である。追い越し車線に、乗用車が2台続いて停車していたところに、後部から A の運転するトラックが追突して、男女2人が死亡し、後述の加害者 B を含め4人が重軽傷を負った。 加害者 B の煽り運転により、死傷事故が誘発されたことから、刑事裁判では危険運転致死傷罪の適用可否が争われている。透明高速道路煽り運転事故、透明煽り運転事故、透明煽り事故とも呼ばれる。この事故が、煽り運転が、社会問題となるきっかけとなった。犯人 B は1991年生まれで、事故事件及び、逮捕当時は25歳。 福岡県中間市在住だった。事故当時は交際中の女性と同乗していた。事故前、B は事故現場から約1 4トル手前に位置する東名高速道路の中井パーキングエリアで自身の自家用車を所定の駐車場所以外に駐停車していたところ被害者男性から注意されて逆上した。21時33分頃、B は東名高速下り線上で 被害者男性の妻が運転していたワンボックスカー通行を妨害する目的で被害者のワゴン車の前に割り込んで急減速したり自社との衝突を回避すべく車線変更したワゴン車の進路を妨害するためその直前に車線変更するなど約700メートルにわたって妨害行為を計4回繰り返した21時34分頃 B の車が前方を塞ぐ形で 被害者のワゴン車を本線車道の追い越し車線に停車させた。B が降車してワゴン車に詰め寄ると被害者男性に掴みかかり、高速道路に投げ入れるぞ、殺されたいかと怒鳴りつけ、男性の胸ぐらを掴むなど暴行を加えた。加害者は自身の車に同乗していた交際中の女性から子供がいるからやめてと諌められたことで暴行をやめ、ワゴン車を離れて自社に戻ろうとした。 しかしその途中に、後続の A が運転する大型トレーラーが被害者のワゴン車に追突し、続いてワゴン車が加害者の車に玉突きで衝突する大事故となった。この事故により、被害者夫婦が死亡したほか、被害者夫婦の娘二人を負傷させ、B 自身も重傷を追い入院した。逮捕後、B が日常的に路上での危険運転や暴力行為を、 行っていたことが明らかとなった。加害者の危険運転については、交際中の女性からも証言が行われている。加害者 B はこの事件に前後して、山口県内で以下のような事件を起こしている。2017年5月8日20時15分20分頃に、山口県下関市内の道路上で自社を追い越した乗用車に立腹して、車を止めさせ運転手を降車させて、 文句を言おうと考え、必要にパッシングクラクション、進路妨害停車を繰り返した上、自社が停車した直後に相手車両が停車すると降車して、その運転席側に近づき、20時25分頃までの間に運転席窓ガラスフロントガラスを手で叩きながら運転手に喧嘩を売っているのか、出て来いなどと怒鳴りつけて、降車を要求したが、運転手が、 山口県警察に百1番通報したため、未遂に終わった。2017年5月9日1時頃、山口県下関市内の国道上で、他人所有の自動車の運転席ドアを3回足蹴りし、凹ませるなどして損壊した2017年8月21日12時30分頃、山口市内の国道2号をレンタカーで運転中、自社を追い抜いた乗用車に立腹して、 車を止めさせ運転手を降車させて、文句を言おうと考え、同日12時40分頃まで、道路上で、車線変更、減速、幅寄せなどで、進路妨害を繰り返し、相手車の助手席側ドアを手で叩くなどをした。同日12時40分頃に動車が停車すると、その前方二次車を停車させ、降車して、相手車両の助手席側付近に近づき、 12時47分頃までの間に、助手席側ドアノブを引っ張ったり、助手席側及び、運転席、側窓ガラスを手で叩くなどして、降りて来い、出て来いと怒鳴りつけるなどして、降車を要求したが、相手運転手が警察に通報したため未遂に終わった。この事故を受けて、神奈川県警察は死亡した夫婦の娘二人から事情聴取しつつ、 事故当時に現場近くを走行していた車両約260台を割り出して断片的な目撃情報を回収したドライブレコーダーの映像などをもとに自動車運転処罰法違反容疑で捜査を行いその結果加害者の B が死亡した夫婦の車を強引に高速道路の追い越し車線上に停車させて事故を誘発したと断定した B は 逮捕前に行われた任意の事情聴取で被害者男性から邪魔だと言われカッとなって追いかけたと発言していた。一方で夫婦に煽られたりバッシングされたりしたため停車したと虚偽の説明をしていたが被害者遺族の娘二人の注意をしたら追いかけられ何回も進路を塞がれて停車させられたという証言と矛盾したことから前日の目撃情報。 ドライブレコーダーの記録などを精査し、被害者側の車に煽り運転、パッシングなどをした事実は認められなかったため、加害者が虚偽の説明をしていると断定した。神奈川県警は逮捕前の捜査当初は同法を視野に入れていたが、事故時に同容疑者の車が停車していたことから、運転する行為が対象の同罪は適用が困難とされたために適用を断念し、 同法で調べを進めた。その後、県警は2017年10月10日に被害者一家の車を停車させた加害者を自動車運転過失致死容疑で逮捕、2017年10月12日付で横浜地方検察庁に送検した。なお B は日頃からロードレージを繰り返しており、事件から2ヶ月後にもロードレージを起こしていたことが報道された。 なお追突したトラック運転手の男性 A は2017年10月12日付で神奈川県警から横浜地検に自動車運転過失致死傷容疑で書類送検されたが横浜地検は2017年12月28日付で A を不起訴処分とした A は横浜地検の調書に対し車間距離を十分にとっていなかった 100メートルあればぶつかることはなかったと思う。走り慣れた道だったために慢心していた。事故のことは忘れられないし二人を死なせたことを強く後悔している。両親を失った遺族の娘二人には大変申し訳ないと述べた。横浜地検は逮捕、送検後の捜査で神奈川県警と連携して B の運転内容を精査した結果、B が被害者の車に対し必要な割り込みを 繰り返したり、被害者の車を停車させる前に極端な幅寄せ行為などしている点などを考慮し、神奈川県警が適用を断念した危険運転致死傷罪を適用することを決めた。その上で2017年10月31日、B を危険運転致死傷罪などで横浜地方裁判所へ起訴した。危険運転致死傷罪の適用により、 本事件は裁判員制度の対象事件となった。また、神奈川県警は2017年11月29日付で、B が本県死亡事故前後に山口県内で起こした前述の強要未遂事件2件に関して、B を横浜地検へ追送検したほか、横浜地検は2017年12月7日付で、下関市内における器物損壊事件について、B を 横浜地裁へ追起訴した。共用未遂事件2件について B は、神奈川県警の取り調べに対し、相手が勝手に止まったなどと供述して、容疑を否認したが、横浜地検は2件とも2018年1月31日付で、横浜地裁へ追起訴した。なお B は、本事故から3ヶ月後の2017年9月にも、福岡県福津市内の市道で車を運転中に、 別の車とトラブルになり相手の車に乗っていた男性に暴行を加える事件を起こしたとして暴行容疑で福岡県警察から福岡地方検察庁へ書類送検されていたこの事件は福岡地検から横浜地検へ移送されたが横浜地検は同事件について2018年1月31日付で不起訴処分とした起訴後に 横浜高知署所へ交流された B は2018年10月、接見を試みた、産経新聞記者宛てに、以下のような金銭を要求する内容の返信を、している。俺と面会したいなら30万からやないと、受付と乱ンそれが無理なら諦めたがいいよ。人のことネタにするのに、ただで面会してもらうとか考え甘い場合また B はその、4ヶ月前に、神奈川新聞の取材依頼に対しても、 記者のことは信用していないから、ただで事件のことは教えないと返信したほか、石鹸取材に訪れたテレビ局の記者をぶっ殺すぞと同活したことも報道されている。2017年10月の B の逮捕直後、B が福岡県の建設作業員であったことから、B と同性で福岡県内で建設会社を経営する男性が、父親、同社が B の 勤務先であるなどといった事実無根のデマが SNS で広まった。このデマにより、同社には抗議や嫌がらせ電話が殺到し、2日間の休業を余儀なくされ、業務妨害される風評被害を受けた。福岡県警察は、この偽情報をインターネットに流布した容疑で、旧道県の11人を摘発。同社と社長は、 時短が成立した3人を除く8人を相手取り、2019年3月7日、業務上の損害と精神的苦痛に対して、計880万円の損害賠償を求める民事訴訟を、福岡地方裁判所のほが他支部に起こした。第1審、横浜地裁公訴審、東京高裁。ありがとうございます。